18だけどいい、あ、酒飲ますけどいい。マジやべえ。そう、32歳、芋が好きです。32歳、いいね。162センチ、42キロ。お前ちょっと待って、これはせこい。 いや、いいじゃん。いや、俺は行きたいけどね。本当ですか、うん、え、行く。行きたい。ちゃんと自分に使えよ。え、ちょ、誰か一緒に旅行行こうぜ。俺と旅行行きたいやついる？プライベートで。誰か一緒に旅行行こうぜ。配信外で。女限定な。男はダメ。やだ。男と行くぐらいだったら一人で行く。あ、箱根一緒に行こう。俺が車運転するから。じゃ、今が DM してきて。スペックも。二人きりで旅館泊まって、日本酒やってから、そのまま個室の露店で、ね、一緒に入る。既婚者ダメ。既婚者ダメ。おばさんは別に最悪。綺麗なおばさんだったら。保証ありますか？もうなんなの？なんでギャラまで渡さないといけないの？気持ち悪いな、お前。俺はもう元々気持ち悪いから。気持ち悪いから何しても気持ち悪いでいられるから、もう何してもいいんだよ、俺。チーターだから。ナーボのおごりなら行く。いや、俺のおごりだよ、全部。もう、ナーボと行くの嫌だって思ってたとしても、でそこだけ我慢すれば、個室露店の旅館、無料だから。無料。あ、来た、DM。来た、DM。ヘッダーがこれこれって書いてあるからダメ。これリスはダメ。うん。ダメ。ヘッダーがこれの、なんかツイッターのスクショになってるからダメ。君ダメ。厳しいよ。厳しいよ、俺。うん。ダメです。これリスみたいな女の子好きやん。あと、そのなんか年齢とあと写真。うん。もう写真だけでいい。18だけどいい。あ、酒飲ますけどいい。マジやべえ。あ、28歳ね。でもこれリスだからダメ。写真2枚。これリスだと、これリスに手出すなってコレタンが怒るの。え、大丈夫だよ。だって、これリスって書いてあっても、俺の放送を見てるやつは、ね、ナボリスでもあるから。うん。そんなね、わざわざこれこれの放送行って、自分からフォローして、その人とご飯行ったりとかすんのは、それがルール違反だと思う。だけども、俺の敷地に入ってきてるこれリスは、もうナボリスでもあるから。それで切れるのは間違ってる。うん。俺のテリトリーに入ってきてんだから。しょうがなくない？あ、もう一人来た。行きたい。44歳だけど。あ、じゃ、ダメ。うん、44歳。ちょ、ダメだね。めちゃめちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛いんだけど、でもこれ。ちょっと可愛くない？行きたい。44歳だけど、って。ダメって言った瞬間、知ってたとか言って。可愛い！可愛い！可愛い！てめえ年齢制限？え、下5歳？俺30、まだ今30だから、30より下。あ、30より、だプラマイ5。プラマイ5だね。プラマイ5で行こうぜ。42の九州だけどダメ？ダメ。うん、ダメ。ダメです。162センチ42キロ？ちょっと待ってね。ちょっと気になるな。お前ちょっと待って、これはせこい。いや、これさ、162センチ42キロって書いてあって、アイコンこれなのね。名前トミトミってなってて、ナーボー大好きって書いてある。お前さ、やめろよ。つるだよ。露骨すぎんだろ。違う、トミトミさん162センチもないから。つってくんなよ。そう、32歳、芋が好きです。32歳、いいね。いや、一応候補には入れとくわ。うん、一応候補には入れとく。あ、行きたいです。あ、いいかも。え、何歳この人？え、意識高。筋トレ好き？あ、いいね。意識高いね。え、人生で旅行行ったことないから行きたい。あー、いいね。いや、悪くないね。154センチ29キロ。行きたい3、いや、ちゃんと写真送ってっつったのにな。何歳ぐらいに見えます？はい、君ダメ。いや、写真2枚送ってくれて、いいねって言ったら、何歳って聞いたの？何歳に見えます？はい、もうこれダメ。うざい。うざい。何歳に見えます？うざい。もうダメ、君。厳しいって言ったじゃん。
え、でも39歳いいね。この39歳いいな。いいな、これ。本当に39、これで。若いな、この人。言ってもパコはありなの。いや、それはさ、ねえ、大人と大人がさ、ねえ、混浴風呂入るわけじゃん。ねえ、それは、なんかまあ、どうなるかって言ったらね、うん、そうなんじゃねっていう。いや、混浴は前提だよ。当たり前じゃん。だって、部屋に露天風呂ついてんだったら一緒に入るでしょ、そんなの。ねえ、日本酒浮かべてさ、やるでしょ。混浴嫌いってナボ言ってたじゃん。いや、混浴はあんまり好きじゃないけども、なんかそういう、なんか、ねえ、そういう時ぐらいいいじゃん、別に。でも来た。29歳子持ちで、まだ2歳だから連れてっていい。きちぃきちぃ、いや、子持ちまではいいんだけど、子供連れてくるのきちぃな。あと、箱根の観光地見てる間、子供の面倒お願いしたい。え、俺また復活しちゃうよ。俺復活しちゃう。託児所ポテイトが。託児所ポテイトが。写真これじゃダメ。あー。いいね。うん、浴衣。29歳、150センチ。いいね。写真2枚、これは晒すわ。写真2枚送られてきた。若い子来た、若い子。これはちょっと晒すわ。2枚写真送られてきた。もうマジで写真見たこれ。めっちゃおもろいこれ。これ超好きなんだけど、この写真。若い子来た。もう一枚これだな。もう一枚これ。カメックス。行きたいです。いや、俺もちょっとね、このガチ行きたいですって言ってくれてる人ね、ちょっと行きたいよね。39歳の人。39歳の人一番いいかな。え、独身 ?39 歳。ちょっと、ここ、話進めてく。ここ話進めてくわ。あ、独身？あ、独身か。いいね。39歳、独身。え、どこ住み？どこ住みかちょっと教えて。神奈川です。横浜とは言いません。いや、俺の放送見てる。俺の放送見てるやつだわ、これ。そう、神奈川県民は大体横浜って言いがちなんだけども、それを言ったら多分弾かれることを知ってる。やばい。いや、こいつは俺の放送見てるぞ。うん。見てる。いや、こいつ結構来てるよ。今、俺の中で。俺の中でだいぶ来てる。ああ。いや、あと質問なんかあるかな。さあ、ツイッターのさ、この後ろ姿の動画さ、晒していい？あ、筋トレしてるやつ。筋トレしてるやつ晒していい？これ良くない？この39歳の人。このスクワットはなかなかね、いいよ。良くない？良くない？良いよね、うん、いいよね。このケツのラインがいいわ。このケツのラインが、うん、これは綺麗な人がやることやだろ。いやー、ちょっと今迷ってる、非常に。これで独身は怪しいって。いや、思うよ、やっぱり。え、なぜこんだけ意識高くて39歳で残り物になってるか。残り物って言い方悪いけど。怪しいよね。え、ちょっとさ、今ちょっと通話できない？あ、バツイチだって。あー、え、お子さんは？あ、こなしのバツイチだって。俺的には結構いいけど。埼玉住み25歳行きたいです。アイコンが石川のりゆきなのでダメです。来た。え、ちょっとドキドキする。ドキドキする、電話すんの。あ、もしもし？あ、もしもし。あ、聞こえますか？
筋トレの人？筋トレの人です。あ、そうなの？いや、緊張しますね。いや、緊張するね。あ、どうしよう。え、本当に行くの？あ、行けるなら行きたいです。あ、そうなんだ。え、普段は何してるの？あー、VTuber です。VTuber？ はい。あ、そうなの？なんか始めたばっかりとかじゃなくて？7年目です。7年目？ちょっと待ってね。はい。え、7年やってるってことは結構、なんか、あの、収入がある方というか、人気がある。いや、もうほんと、ナーボーのおかげでというか、ナーボーの放送を見続けて、トーク力を学んで頑張ってます。本当に？はい。そうなの？はい。え、チャンネル見してよ。チャンネル？それは恥ずかしいの、逆に。ちょっと恥ずかしいですね。そうなの？はい。学ぶとこあるよね、俺はね。あ、あります、あります。え、じゃあ、箱根旅行行く？一緒に。39は行けるんですか？え、何？39歳は行けるんですかね？39歳行けるな。あ、マジですか？うん。そう、行ける。へぇー。神奈川住みですけど大丈夫ですか？神奈川住みでしょ？あ、あの、神奈川まで、なんか最寄りまで俺が迎え行くよ、車で。ほんとですか？うん、当たり前じゃん、そんなの。でもその VTube のチャンネル見たいな。そんな売れてないです。生活していけるギリギリレベルです。それは売れてるじゃん。いやすげえ超人気ではないけども飯食えてるわけでしょ、その VTube で。まあそうですね。7年やってます。7年それで飯食ってるんでしょ。そうですね。それはすごい。いやじゃあ、あのツイキャスで一番見てんのは俺なの？あ、そうですね。ナーボーがメインです。ほぼ毎日コメントはしてます。ありがとう。でも匿名じゃん、最近。匿名ではしたことなくて、あ、じゃあ違う、もう分かんない感じでコメントしてます。あ、そうなんだ。はい。なるほどね。ナーボーの次に見るのは誰？ナーボーの次に見るのは、ナナちゃん。あー、じゃあこのまま引き続き見るんだね。でも寝ちゃいますね、大体。あ、大体寝ちゃうんだ。うん、始まったところ確認して、大体寝ちゃう。あ、じゃあ、ナーボーでは寝落ちしないで、藤沢奈々で寝落ちするんだ。大丈夫？なんかこけた？あ、大丈夫です。あ、大丈夫。うん、はい。まあ、基本寝る前にジムに行くんで。あー、寝る前にジム行くってことは、じゃあ、俺の放送聞きながらジムってんの？まあ、聞きながらか、終わってからジムに行って、うん。最後ガンガントレーニングしてから寝ますね。モンジョリ見ながら。モンジョリ見ながら。VTube 確かに7年前あるのかって言われてるけど。あ、まあ、元はチャットレディーです。すいません。あ、いいね。いいんですか？元々チャットレなんだ。元々チャットレで、うん、で、そこで稼いでから VTuber に行きました。あ、じゃあ結構ヒッキーなんだね。多分、ナーボーさんと同じような生活だよね。そうなっちゃうね。うん、でもその前はちゃんと、あれです。旅館の中居さんでずっと働いてました。で、じゃあまあ別になんか旅行とかいいんだ。あ、全然行けます。いや、でもさ、こっからが本題なんだけど、はい、まあ、はい、一緒に行くじゃん。はい。で、一緒に行って、一応なんか、はい、なんか個室露店とかにしようかなって俺は思ってんだけどさ。ああ。うん。まあ、部屋にあるわけじゃん。まあ、一人一人入るとかも、ね、二人で行ってんのに、みたいなところあるじゃん。どこまでがガチで言ってます、これ。いや、俺、結構マジで話してるよ。本当に？うん。一緒にお風呂入ったりとかするのって、なんか抵抗ないん？いや、でも本当にガチ引くこもりだから、本当出会いもなくて。うん。本当6年ぐらい彼氏もいないんで。うん。どんな感じなんですかね。どんな感じ？いや、だから、その、俺が聞いてる質問に答えてほしいんだけど、一緒にお風呂入れる人なの？入れる？まあ、入ろうと思えば。あ、でも、あんまり入りたくない人なのね。いや、自信がないんですよ。自分のルックスも、自分の体型も。いや、俺は結構好きだよ。その、後ろ姿は見させてもらったけど。
え、本当ですか？うん。ちょっと、ぽっちゃりの方のが、ナボさん好きじゃないですか？ああ、ぽっちゃりではないってことね。ぽっちゃりではないかもしれない。ゴリゴリなんか腹筋とか割れて結構ムキムキなのじゃ。あ、でもないです。でもない。うん。え、じゃあガリガリなの？ガリガリでもない。多分、うん、じゃあ普通。それ俺一番好きなやつじゃん。直接見てみないとわかんないけどね。いや、いいじゃん。いや、俺は、行きたいけどね。本当ですか？うん。え、行く？行きたい。え、割りかしじゃあ、別にいつでもいいじゃん。しかも。あ、もう全然いつでも行けますよ。な。うん。じゃあ、わかったわ。え、これネタじゃないよね。え、ネタだったらどう思う？ネタだったらショック。ショック？じゃあ本当に行くのね。いや、ガチで行くよ。行く？じゃあ行こう。また折り返しします。はい、あ、すいません。はーい、バイバーイ。すいません、バイバーイ。はーい。結構感じいいと思うけど。虚言癖？何が虚言なんだよ。行きたい人とつばちして。いや、もう行く人決めちゃったもん、もう。39歳の虚言にした。もう39歳の虚言と行くから。あ、じゃあ間違えた。お前らのせいで。お前らのせいでなんか悪口みたいになっちゃったじゃん。39歳のジムトレーナーと一緒に行ってくる。でもすごいよね。そのなんかさ、初対面で顔合わしなしでいきなり旅行行くってすごくない？冷静に考えたらめっちゃ怖いよね、お互いに。いきなりお風呂だから、ね、お風呂確定してるからね。ねえ、無理、悲しみのガチ恋。こんなんでショック受けられても、なんか彼女ができたとかでショック受けられるんだったら、なんか100歩譲って気持ちはわかるけど、ねえ、俺がなんか女性と遊ぶイコールショックとかさ、多分傷いくつつけても足りないよ。ねえ、普通に遊ぶしな。 V の情報をもっと聞いてね、全部全て聞いてからさ遊びに行っても面白くないじゃんね。その道中にいろいろお話聞いたりとかした方が面白いじゃん。話すネタがなくなっちゃうじゃん、当日。なんかこれね、ワンタロウとかも結構あるあるで、そう、なんかこの前カブトムシ、あ、クワガタ探しに行くやつあったじゃん。そう、のりちゃんとね、アメミヤとワンタロウと俺が4人で放送始まる前、普通になんかたわいもないことで話してるわけじゃん。で、その時にめっちゃ面白いことのりちゃんが言ったりとかすんの。そう、それでのりちゃんそれ放送でもう一回やってとか。そう。で、なんか、ワンタロウが自分でなんか面白いことを言えたなって自分で思ってるときは、これ配信でもう一回言うんでよろしくお願いします、みたいな。この会話やばくない？なんか、放送始まるまでのオフの会話。これ配信でもう一回言わせてもらうんで、よろしくお願いします、みたいな。そう、なんか、大体なんかそういう感じなの。流れが。いや、俺も感じいいなと思った。好印象だね。まあ、行かないけどね。はい、行きます、行きます。行きます、行きます。行かないって言って、それで行ったら許さない。じゃあ、あやねちゃんも行く？一緒に。俺ら男性ファンの気持ち考えてんのかよ。ひでえよ。男性のガチ恋現る。って言ってくれて行ってくれないでしょ。その女と行くのが問題やねん。かわいいな、本当に。抱きしめたい。